今回の動画はネイティブプランツのお庭訪問の動画になります。秋にも1回ネイティブプランツの動画を出させてもらったんですが、夏の様子も見たいっていうコメントもたくさんいただいてたので、今回は違う友達のお庭にお邪魔してきました。よく出回ってるネイティブから結構マニアなものまで、数えたら100種類以上めちゃくちゃ育ててるお友達のお家に行ってきたんですけど、いろいろ園芸トークしながら紹介してもらったので、もうかなりちょっと長い動画になってしまってるんですけど、こう実際育ててるからこその暑さ寒さに強い弱いとか、あと育てやすいちょっと癖があるとか、あとプチ情報も交えながらお庭の見学してきたので、よかったらこう一緒にお庭見学してる感じで見てもらえると嬉しいです。普段はインスタでいろいろ発信してはる友達なので、ご存知の方もおられると思うんですけど、インスタの方は概要欄にリンク貼っときます。ちょっとマニアックな植物も結構あるんですけど、夏の育て方とか1年を通しての管理とか、土の配合とか、あと肥料とか、水やりとか、いろいろ話聞きながら紹介してもらったので、ネイティブを育てる上での、参考にしてもらえると嬉しいです。はい、うちのプロテアは今年は3輪でした今日はインスタのレンエモンさんのお家に遊びに来てます。はい、もうネイティブとかめちゃくちゃいっぱいあるので、育て方とかも含めて、まあ、そこまでそんなに知識はないんですけど、まあオージープランツとかネイティブプランツ好きで、グレビレアとかを結構力入れて集めてるんで、お庭にいっぱいあふれかえっております。あふれかえってるので、いろんな品種の紹介とか、でもね、土とかは、土もそうです、自分で配合してやってるんで、まあ、あれやったらその配合なんかも、今は作ってないから、まあ、作り方なんかも、はい、もう合わせていろいろ、諸事情で顔は隠しておりますが怪しい人ではございませんので。怪しそうやけど怪しくない。怪しそうですかね、はい、じゃあいろいろ聞いていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとこの外壁がすごい家で、この柿の木がシンボルツリーやね。シンボルツリーです。でもユーカリとかが飛び出てきて、アカシア、ナスミカン、ナスミカンで、この外壁がもう白なんっていう普通の百姓です。本人曰く普通の家らしいですちょっとお邪魔します。はい、どうぞ。はいですね、この立派な門を抜けてですね、でここに見てこの量山盛りです。もう店やね集め始めて大体3年ぐらいですね。3年ぐらいでこの量、まあ小売商なんですね。小売商です本ちゃんの趣味は別にあるので、そっちはサブの趣味です。そう、これサブの趣味だそうです。あ、カンガルーさんがお出迎えしてくれて、ここホスタがいっぱいやん。こっちは最近ハマってるギボウシ、ホスタの、ホスタガーデンです。わあ、ホスタがいっぱい。全部別の種類です。で、その横に、これがグレビレアのココナッツアイスですね。ココナッツアイス。大輪系で四季咲きですね。夏こんな暑いのに頑張って、はい、咲いてくれ て、めちゃくちゃ花上がってます。これはずっと冬も夏も同じ、ここ定位置、ここ定位置です。ここ定位置で、冬場は食布はかけますけど、うん、基本雪とかもどさどさっと追ってきたりしてますけど、うん、なんとか頑張って耐えてますね、はい、大丈夫、耐えてくれてます。はい、コルディリネの量もちょっと多いんで、コルディリネは好きで集めてますね。品種はこれ全部違うんかな。これがサルサ、サルサも綺麗よ、赤が。これは全体赤で。全体赤やね。コルジリネのカンカン。カンカン、ね、これがカンカン。新芽は赤くなって、そこから徐々に緑色に変わっていくんで、グラデーションがすごい綺麗で。このグラデーションがすごく。すごい綺麗。トーベイズダラー。爽やか系やね。斑入りで結構シュッとしてて綺麗。あと隣がグレビレアのエレガンス。これもずっと咲いてますね。葉っぱ長めで、名前の通りエレガンスです。葉っぱ長め、これ強いですね。葉っぱがすごい長い。夏も冬もどっちも、この辺は結構雪積もるよね。 2,3 回は積もる感じかな。今年の冬で30センチぐらいが1回、10センチぐらいが2回、あとうっすらが 2,3 回、結構積もる
マイナス7からマイナス10度は行ってないか、マイナス8度ぐらいは行ってました、うん、行ってましたね。マイナス今年はひどかったから地獄を見ました、うん、ロブスターっていう、高い子、はい、あこかなり大きくなるグレビレアなんですけど、うん、これは花はもっと大木にならとつかないんですけど、これは葉っぱ全部落ちて枯れたかなと思ったんですけど、うんうん、復活しましたね。復活するんや、すごい、うん、もっと大木にならないと咲かないの。20メーターぐらいならと咲かないらしい。10円にして、うん、あと3倍ぐらい、3倍強ぐらいいるかな。そうです、咲いてるやん。これそれはピーチ&クリームの若い葉ですね、うん、全部咲くとピンク色になってきてグラデーションになるんですけど、うん、今まだ咲きかけやから全部クリーム色。ちょっとこのほら見て、コルディリネとの後ろ綺麗よ、黄色と紫が。このコルジリネはパープルタワー。パープルタワー。これはシュッとして貼って、いい色やね。僕も結構。これ普通、一番普通のレッド。レッドなんやと、ロビン、レッドなんやと。ブロンズ。ブロンズ。ブロンズか。ブロンズらしいです。ブロンズらしいです、これは。どっかの安売りで100円ぐらいで買ってたから。安っ。コルジリネの土はもう、はい、王子系とかと一緒？じゃあ植え替えてる？もったいないので安い培養土で。安い培養土で大丈夫。安い培養土で大丈夫です。でこれがドゾナヘア。ドゾナヘアの、スノーマウンテン。スノーマウンテン。すごい。これはユニバーサルです、ね。そうやな。私もや一緒や。私のは枯れたけどめちゃくちゃ綺麗。どっかに重植えしたいですけど、やっぱりこれは冬ここから動かして。あのそうなんや。中に中いうかビニールハウス入れたんで。自由はちょっときついかも。どうやな、冬あかんか、やっぱり厳しいかと思います。厳しいな、自由は。普通のドゾナイアやったら大丈夫やけどね、はい、こんだけ麩が入ってるとやっぱり弱いですね。弱いよね。夏は大丈夫やけど、冬はやっぱり軒下に、軒下ではあかんか、寒いところやから。ビニールハウスの中入れました。ビニールハウスやって、ビニールハウスの中入れてます。エレクトリックスター、エレクトリックシリーズは他にもなんかフラッシュとかなかった。エレクトリックフラッシュもどっかに紛れてる。どっかに紛れてます。どっかにあるはず。こんないっぱい種類あるんや。だいたいコーヒークラシック。見かけるやつは全部買ってるんで。全部買ってます。サンダンスでよくちっちゃいやつとか持ってるやつですね。緑のがね、はい。これはエレクトリックピンク。エレクトリックピンク。色は合ってるかどうか正直わかんない。名前が？ちょっと怪しい。怪しい。名前が。ハロサンダンス。ダスティーグレー、幹に直接花を咲かせて、幹から鼻血が吹いてるような感じのちょっと気持ち悪い花の付き方をするやつです、ちょっと今調子崩してて、うん、葉っぱ黄色になってますけど、新芽は緑なんで、うん、まあいいかな、うん、あとグレビレアのムーンライト、うん、あこれが、はい、これは結構もう大きくなる 3年目ぐらい、あ3年目ぐらい。去年は結構花よく咲いたんですけどね、うん、やっぱ冬に弱るときつい。あ寒いしちょっと弱るんや、やっぱり。はい、サニーライトはせめて軒下、せめて軒下だそうです。オーストラリスペコ、オーストラリスペコ、これはグリーン、グリーンだけ、グリーンだけです。後ろはリューコステルマムの、レッドカーニバル、レッドカーニバル。他の品種はだいぶ冬に枯れましたけど、これは冬も乗り越えて、あすごい、けど花はつけてくれなかった。リューコステルマムは、はい、あのちょっとやっぱり弱い、寒さに弱 弱い。僕はうちでは弱いですね、うん、弱い。でその後ろは、うん、ティーツリー、ティーツリー、これがティーツリー、スノーインサマー、スノーインサマー、チョコレートミントか、チョコレートミント。これ綺麗ね、これも、これも、うん、緑が濃くて結構茶色の、黒ちょっとね、茶色黒みたいな、綺麗、チョコミント、チョコミントやね、うん。でこの人がアデノンサス、アデノンサスのルーラタン、ね、ルーラタン、先がこうやってちょっと赤くなってくるのは、うん、この間花咲いてたんやけど、なんかあこれこれこういう、はい、うんね、雨に濡らしてるんやね、もう全部、もうこの辺を濡らしてます、濡らしてます、かければ大丈夫やね、水はけさえ良かったら大丈夫や、うん、大丈夫、土さえちゃんと水はけのいいやつに植え、これ植えといたら、植えといたら大丈夫。けど冬場は相当弱りましたね。うん、冬も一応ビニールハウスには入れてましたけど、うん、ハウスの中でマイナス2度ぐらいまで下がっとったんで、うん、これも色ものすごい灰色悪くなって、そうか。せやせや、ほんまやな。冬あんまり寒いとダメやな。はい、これピンクパッション。これピンクパッション。もしかしたら違うかもしれない。もしかしたら違うかもしれない。これはちょっと怪しい。隣がエレクトリックフラッシュ、これがフラッシュの、これは綺麗で、僕はこれ綺麗、ヘデラ植えたらヘデラが溢れてきま
ほんまやね、ヘデラめっちゃ溢れてる。雑草のようにしてますけど。いや、色きれい、これ。これが。セルリアのブラッシングブライト。これは去年買って、あまりもう剪定せずにこのまま行こうかなと思って、今年そのまま。このまま。また新芽もよく伸びてます。うん、きれい。ナッツはこれどう、一応柿の木の下で日陰にはしてますね。ちょっと直接当たると灰色がね、悪くなるんで。ちょっと日陰気味なところに置いてます。いいです。うん、土は一緒？あの自作の、はい、じゃあ後でちょっと土はオリジナルブレンドのどんなん混ぜてあるか一回聞いてみる。これはラズベリーバースト。ちょっとちっちゃいセルリアっぽくない。ちょっとあの花というか、ね、細かいやつですね。はい。もうちょっと切ったなと蒸れ気味なんですけど、めんどくさくて、ちょっと放置してます。これ結構花もよく咲きましたね。後ろはブラックナイトかな。ブラックナイト、かっこいいね。これちっちゃいサイズは結構出回ってるんですよ。大きいの出回ってなくて、これ赤塚さんか。ブラックナイト、ブラックナイト、これすげえ1年ででかなりました。この色はまたさっきのパープルタワーと似てるんですけど、ちょっと濃いめで綺麗、かっこいいです。これは何、ちょっと木陰に入れてるわけではない。もうとりあえずあの場所埋めに、場所、ね、あの僕の中でコルジリネは場所埋めなので、そうなんどこにやっても強いから。そうかそうか、ちょっとした木陰でも全然灰色は綺麗やし、はい、うん、メラレウカのゴールドレボリューション、ゴールドレボリューションな、よくあるやつ。これでも外でこの辺やったら大丈夫ね。いやけど冬は葉っぱ落ちるよね。葉っぱ落ちますよね。灰色めちゃくちゃ悪なってたんで、めっちゃ水好きなんですぐ水枯れしますね。これは水今はじゃんじゃんやってます。やってます、1日2回やってます。1日2回やってんの。僕基本的に1日2回ほぼ2回やってます。マジで。あ、もう水はけいい土使ってるから。そう、朝一やって、で仕事帰ってきて5時半ぐらいにもう1回。うわ、お疲れ様です。はい、アデナンサスウリーブシ、これがウリーブシ、一番モフモフです。一番モフモフ、大きいね、うん、下の方ちょっと蒸れて色悪なってたんですけど、新芽で盛り返しましたね、うん、ここら辺もっと取ったったらええんやけど、初めもうちょっと小さかった。だいぶ小さい株でしたよ、これ2年で大きさは3倍ぐらいに。下をもっとサクッと切ってもいいかなと思うんですけど、基本僕は樹形を放任でわさわさ伸びてるのが好きなんで、だいたい全部放任してます、ね、放任してます。これ新芽なだけで花ではないよね。これは新芽です。新芽、ね、花じゃないです。花はもっとあのちっちゃい赤い地味な。そう、今年ちょろっと咲いてました。見ないの、短いのかな、短い、多分ね、冬に寒なりすぎると花つける余裕がないんかもしれない。そうか。こっちはギボウシゾーンと、ギボウシゾーン、あと10円のアカシアユーカリ。これ何？それはゴールデンフェニックス。ゴールドフェニックス。やっぱりだいぶ緑になるね。緑になってます、夏場は。新芽はちゃんとゴールデンですけど、うん、隣がスノーウィーリバー。スノーウィーリバー。寒さも強いし、花もよく咲いて、うん、ウニユーカリはもう見えないね。上の方な、4メーターぐらい、5メーターぐらい、4メーターぐらい、3号ポットで3年で4メーター。10円にすると恐ろしい。10円にしないでください。いい感じにその木陰にギボウシを、ギボウシがね、ホスタガーデンに、ホスタがいっぱい埋まってます。ちょうどいい環境やね、ここは。ホスタにとったら逆にホスタぐらいしかもうずっと下げなんで。 それはアカシアのスペクタビリス、ワンコイン500円で買ってる。これユーカリのポポラスね。これはいただきもんです。あ、いただきもんです。これがセルリア、セルリアやね。レモンハニー、レモンハニー。これはちょっと切りすぎて新芽の展開が遅いですね。あ、でも一応出てきたから、出てきてる、ね、まあ、生きてるかな、うん、こっちは細場のヘアピンバンクシア、うん、あ、これはさ、自由しても大丈夫やと思う。多分大丈夫ですね。大丈夫、大丈夫、はい。ただ地植えするならあっちの普通の方のヘアピンの方が、 そうなんですね、あっちの方がより強いです。このセルリア、それはもう丸3年経ってるセルリアのブラッシングブライトです。一応毎年立派やね、咲かしてます。それ その枝も一緒やね。そのそっちの奥はプリティピンク、それは丸2年かな。こっちが3年毎年咲いてくれるセルリア、だからもう鉢に植えずにヤシ柄に、ああ、ファームマットに植えて、でなおかつ水はけもよくして、意外とこの浅い鉢の方がいいのかな。というか風通しですね。鉢の下にも風を通るようにして、うん、なるほど。水はやるときダバッとやって、うん、すぐサッと抜けるようにするの。だからこれも水1日2回ドバッと間にやってます。1日2回。2回。それはまあでもお尻がちっちゃいもんな。はい、
で場所だけ上見てもらったら分かるんですけど、うん、完全に滝の木のメインシンボルツリーの下、はい、うちのご神木です、はい、シンボルツリーの下でちょっと木陰、明るい日陰みたいな、はい、秋には熟した柿が落ちてきます、ね、シャンこれはグレビレアのレッドフックですね、うん、あの歯ブラシ型のグレビレアですね、片方だけにつける赤色で、うん、今ちょっとだいぶあのつぼみがついてます ね今2回目の、うん、春に1回もうバッと咲いた後咲いて今このつぼみがまた秋にもう1回多分2期咲きぐらいになると思います、うん、感じ的にはこれは去年の花の後です、ね、めっちゃ長いイースバンクシアイースバンクシアの後です、ね、そっちのこれがこれは去年の花芽去年の花、はい、花の後花の後やねブラシ状のやつをむしるとそうなりますこれ残しとく残してたらこうやって、うん、受精しとったらこうやって種がボコボコ出てくる、うん、ちょっとこれ種これがもうちょっと大きくなってきて、うん、2年前のがここにあるんですけど、うんうん、これあすごいこれを取って、うん、火で炙ると多分弾けて中から羽ちょっとなんで取って火で炙るのこいつら山火事で発芽するんですよだからフライパンとかで行ってやったらこれがパンパンでポップコーンみたいに多分弾けて種が出てくるんやと思います、うん、だからこの状態で山火事が起こるのをずっと待ち寄るんですマジでそうなんやだからこれをいらんと多分、うんうん、で種は出てこないなるほど松ではないバンクシアやから山もがし山もがし系はそういうやつ多いですね山火事を自分で下手したら引き起こすぐらいにで焼け野原になった後灰で肥沃になった土地で自分らだけがまた種を残すっていうなんでそんな知恵つけたんって感じやな誰かプログラムかなんかしたやろってもうやな山火事町そうですだから周りの雑草やら全部焼けて、うん、土地が豊かになったところに自分らだけが種をパンって弾いて生き残ろうっていう山もがしの恐ろしい生存戦略すごいこれができかけてんねやあ、ほんまや、また咲いてんのまた咲いてますすごいな咲いて、はい、ずっと咲いてますね冬も咲くしこれは結構、何四季咲きなのかな、ね、ずっと咲いてる花咲いてますメラリュウカ、コットンキャンディーコットンキャンディーボロニアもすごい強いよねボロニア強い、うん、で、いい匂いが匂いがみかん系のねいい匂いするいい匂いみかんかやし、いい匂いサザンクロス、今年3回目ぐらいの花サザンクロスもほんまによく咲くこんな暑いのにまた咲いてきたん気づいてなかったすごいフィリアのに強いね強いですね、うん、これも雪に埋もれてましたけどうん強いえ出回ってんのは冬なんかな出回ってんの冬から春先に、ねうん、でもこの時期にこれがブルーブッシュでこれ春先に一回切ったんですけどまたわさわさしてるんで、うん、そろそろ切らんとあかんなと思いながらお花終わった後に切って、はい、もう一回切ってる感じもう一回切ってます、うん、貝殻虫がすげーつきますねそうやつくアカシアはもう貝殻虫が貝殻虫つくね水やる時にジェットにしてビシャーって全部飛ばしてます飛ばしてますビシして取ってられないそうやね貝殻虫つきますね初恋草そう今頃咲いてきたんですよ初恋草今じゃ絶対時期違うんですけどなんで咲いてんのわかんないっすここでもずっと日当たるとこやんねめちゃくちゃ暑いしめっちゃ乾燥してるんですけど水もダバダバやってるんですごいなぁこのクソ暑いのによう咲いたなぁ初恋草、綺麗こんな綺麗に夏越える私夏いつも枯らすねんけどもう一個あったの僕も枯らしたんですようんなぁこの人めちゃくちゃ元気当たりでしたどういう状況やろあそれグレビレアですね買おうか迷っててんいやこれは貝やと思いますほんまにグレビレアの何ファインアンブレラファインアンブレラ珍しいよねあんまり売ってないですね、うん、見かけたら即買いですねそうかそうか、まあまあなお値段したからまあまあなお値段、探すともっとしますそうか葉っぱ見てるだけでもね、はい、かわいい花も結構つけてくれます、歯ブラシ型のそしてこれが自作の盆栽盆栽というか、水盆というか水盆こっちが水盆この石も全部自分で組み立てて組み立ててへぇ、ここで取り寄せ取り寄せでこの石を組み立てて、ね、盆栽によく使われるやつ、うん、龍岩石っていう名前の石ですね龍岩石これは多分丹波地方で採れてる方なんですけど、うん、今はもう採れないらしくて希少価値が結構高い石ですこれなんかね木っぽく見えんねんけど石なんよね石です石石灰岩と普通の石がこう混ざっとって、うん、でこういう変わった柄になってるやつですね
でそれに苔貼ったり、苔とか、うん、ちっちゃい盆栽とかを、これは磯山椒かな、貼り付けて、もう1年2年ぐらい経って貼り付けてます、こうやって。これすごい、つけてますね。これ五葉松の斑入り、これ五葉松です。五葉松の、吹雪っていう斑入りの品種、すごいかっこいい。一番綺麗な時ですね。見て、こんなとこに割ってんじゃんね、これ、はい、これは下はあのコルクの皮ですね。コルクバーグを丸く円形に鉢状にしてそこに植え込んでるんで、中に植え込んでるってことなんや。ちょっと古い大木の切り株から新しいのが出てる風に作ってる。シダは勝手に生えてきました。またいいとこにシダ生えてきたね。そうなんですよ。めちゃくちゃいい雰囲気になってる。周りから胞子が飛んでくるんで、ここ山の下なんで。すごいね。オージーとか関係ないんですけど。オージーではないんだけど、すごいね。雰囲気がすごい。こんでこっちが。そっちは普通の五葉松です、ね。五葉松。これも貼っつけたるんや、ここに。はい、こんなんもやってはります。めちゃくちゃ多趣味やね。まあまあ各ジャンルいろいろやってます。こっち側があとは梅と桜の盆栽。これすごくないね。反対向けて、どうなってんのこれ。ここ反対、あの普通の盆栽を反対向けて、うん、こう反対向けて崖に生えてるように作ったり、こうなってここにこう生えてる。すごっ。苔張ってたのがちょっと今苔夏で剥げてるんで、ちょっとあれですけど、なんかね、だから崖にほんまに反対向きに生えてるって感じ。もうこれで3年目なんで定着しました、すごい。これがリュカデンドロンのシルバーアフリカーナ。アフリカーナシルバーリーフがすごい可愛い。綺麗ね。めちゃくちゃ綺麗にキープしてはる。難しい。僕これ、ね、今までに2鉢枯らしてるんで、よかった、私も枯らしてる。これ難しいんですよ。むずいよね。これものすごい水欲しがるけど、触れたら枯れるし、そうやんな。なんかほらこういう風になって、新芽ってこうリュカデンドロなんかこうなってくるやん、こうへにゃって、ね、へにゃって、まあ、暑くてなってんのかな、これ。これはそうですね、こいつは暑く、暑さと日差しで、ね、来ますね。日差し浴びすぎるともうへたってくるんで。そうか。ここは西日が当たらんのでまだマシですけど、西日この間当たってるところに置いといたらもう全部クタッとなってて危なかった。そうやね。めちゃくちゃ綺麗やねんけどな。難しいですね。むずいよね、ちょっと管理が。ものすごい水欲しがるけど 雨ざらしも嫌。今ちょっとさっきの雨食らいましたけど、これが丸1日くらったらまたクタッてなって。あ、そうか。どっちやねんって言われたら。そうなんですよ。こうやってもうこの葉っぱの先が茶色くなってきて、それが全体に回って、そうやねん、そうやねん、こうなってくんねん。ダメになるんですよ、雨ざらしは。葉の先が、はい。ね、このシルバー感の感じと手触りはすごいいいんですよね。木はしっかり入る、雨の当たらない軒下。むずいわ。どんなとこに住んでんのって。南アフリカ。こいつらけど原種なんですよ。あ、そうなんか。品種改良で作られてなくて原種で、こいつがちゃんと南アフリカでは。ちゃんとおるんや、南アフリカには。降水量めっちゃ少ないみたいですよね。そうか、あなたに。でも水分はあるっていうことなんだ。だから地下水が豊富で、雨はそんなに降らへんよ。ものすごい特殊な地域にだけちょろっと入ってんじゃないですか、ね、難しいな。冬もあんまり強くはない。そうやね、冬も寒さはあんまり強くないから。けどそれを補ってあまりある可愛さですね、そうやね。けど室内でやると日照不足でまたクタってなる、どうしたいねん、どうしたいねん、ほんまに。手のかかる子です、この子、はい。はい、全部これは地植えですよね。地植えです、ここは地植えゾーンです、地植えゾーンです。前の方が松林系のグレビリア、センパフローレンス、ちょっとつぼみですけど、イエロードロップ、黄色系で可愛い花です、はい、ちょっと小さい小ぶりな、小ぶりな、はい、なんでこれファイヤーワークスやん。これファイヤーワークスじゃない、これツイスター。あ、これツイスターな。ツイスターで、そっちがファイヤーワークス。こっちがファイヤーワークス。一回りファイヤーワークスの方が大きい。そうか。でグレビリアのファイヤーワークス、ややこしいな。グレビリアのファイヤーワークスと、これがホワイトウィングス、白い花が咲く松林系ですね。松林系ホワイトウィングス。もうこれお花を割って一回切った感じ。はい、もう春先に咲いて、今も一回切って次の展開待ってる状態です、はい。ジェスター、ジェスター、リュカデンドロンのジェスター、ジェスター地植えです。冬も夏もここで頑張って、ここで地植えで頑張って、地植えで耐えてくれてます。冬場は不織布だけかぶせて、霜やだけ当たらないようにして、なんとか30センチの積雪でもなんとか耐えました。なんとか耐えました。だいぶちょっと葉っぱやられてますけど、ちらっと後ろに映り込んでるのが、リュカデンドロンの、ジョリージョーカー。ジョリージョーカー。これもちょっとなんか斑入りで、こっちはなんか赤の方が多いんかな。赤系の斑入りかな。まあ、両方素敵やけど、はい、
この子もね、一緒に今、地植え、ね、地植えです。ここ全部地植え。全部地植えです。あとその後ろにあれですね、うん、あのフィンガーライム。あ、これフィンガーライムなんや。はい、3年目ずっとここで。去年2個だけ見てきて、はい、うん、美味しかったです。どうやって食べた？あの、お酒に混ぜました。なるほど。そのまま食べると山椒の味のするライムって感じ。あとそれは、うん、これあれシルバーのやつ？シルバー系のグレビレアで、うん、それフーリンダイルミナ。この子もじゃあ強いんやね。強いです。フーリンダイルミナ。めちゃくちゃ茂ってます。もう切らないとダメなんだけど、うん、一応ね、その後ろにグレビレアのエンドリチュリアーナ、この子や、このシルバーの、はい、細めのシルバー、うん、シルバーのなんか細い葉っぱ、エンドリチュリアーナ、エリカのフローラルホワイト、フローラルホワイト、これめちゃくちゃ可愛い。100日ウサギっていう名前で、100日ウサギっていう名前で売られてるみたい。2月ぐらいからポツポツ咲いて、うん、で春も咲き、今も夏も咲き、もう、ま、夏も炎天下に置いてる感じ。そのまま炎天下で見るジャバジャバやってます。すごい。でフローラルホワイトっていう割に最近ピンクがすごく強い、うん、ピンク、そうやね、強いホワイトって思いながら、これは何なん、その火に当たってるから、火に当たってるからかな。うん、でこっちがグレビレアゾーン、グレビレアの好きな、うん、まあ、好みのやつを大量に集めてるゾーンですね。いっぱいあるんや。インスタ見てくれてる人は知ってはるかと思うんですけど、うん、ものすごい立派なハニーワンダーっていう、ハニーワンダーが、はい、立派なのがあったんですけど、ね、冬にやられまして、不織布はかけてたんですけど、不織布ごと全部もう雪まみれになりまして、一応今新芽が下の方だけ頑張っとるんですけどちょっと頑張ってほしい。これにもう上は多分ダメなんで、そのうちカットしますけど、こんなに立派やったんやけど、ね、めちゃくちゃ立派やったのに、ちょっとこれは残念です。ハニーワンダーすごいね、葉も綺麗で斑入りで、しかもオレン濃いオレンジ色の花が咲いて、すごい好きなんですけど、あんな寒さがやっぱりな、ちょっとこの辺微妙、マイナス1-8度までいったらしいな、マイナス5度ぐらいはなんとか耐えられるっぽいですけど、それ以上はちょっとダメですね。これを復活を願います。これは頑張ってほしい、頑張ってほしい。今までちなみに3本枯らしてます。そうなんや、めっちゃ枯らしてるよ、高いの好きやから毎度買いますけどその隣がドーンパープル、つぼみいっぱいできてるやん。花が1個だ、蜜めちゃくちゃ多くてアリめっちゃ寄ってくるんですけど、これも冬の寒さも結構強くて、うん、でなおかつ雨ざらしでもわりかしいけました。で、だいぶつぼみついてる、四季咲きで結構、うん、手前の方はちょっと細かい品種がごちゃごちゃあるんですけど、うん、グレビレアのスピリットオブアンザック、ガーデンさんが出してあるシリーズ、うん、あのネットで、ネットで、うん、これももう1年ぐらい育ててるやつです、うん、花が、これつぼみ、これがそうですね、ね、これつぼみがついてます、はい、ちょっとタイミング的に今花は今ないんですけど、うん、手前こっちがアイボリーホイップ、うん、これ白系ですね、うん、アイボリーホイップ、ちょっと葉っぱが特徴的で、うんうん、櫛みたいな葉っぱなんで、ラナマリーっていう品種の葉っぱにすごい似てますね、というか多分ラナマリーの白花系の品種だと思うんですけど、白系の品種、はい、バンクシーアルバ、アルバ、普通バンクシーって赤花なんですけど、うんうん、これバンクシーの白花です、バンクシーアルバ、ちょっと葉っぱがシルバー系統で、うん、割かし強いんですね、まだ今年は花見てないですから、まだちっちゃいからかな。これシルビアですね。これ花の葉っぱもめちゃくちゃ大きいね。これ葉っぱも大きくて、葉っぱが大きいやつはやっぱり大きくなる感じなんか、そんなことない、そんなこともないかな、けどこれかなり葉っぱ最近でかなってきてます、うん、葉っぱめちゃくちゃでかい、結構人気で割と争奪戦になってたグレビレアです、うん、シルビア、シルビア、はい、濃いピンクの大輪系で、僕まだ花見てないんですけど、去年かな、うん、去年買ったやつで、うん、クリームパッションか、クリームパッション、これはね、うん、ピーチ&クリームのピンクがないバージョンみたいな花が咲きます、うん、クリーム色 で全体的に葉っぱが細かいんで、葉っぱだけでも結構楽しめます、うん、葉っぱだけでも可愛い、はい、バンクシア、バンクシア、バンクシアのセラータっていう品種、うん、あ、東系のバンクシアなんで、もう雨ざらしでもわりかしいける、うん、すごい強いやつ、ただ花咲くにはかなり時間かかるみたいなんで、あ、そうなんや、大木になってくれないと花は見れないかなとまあ、葉っぱがね、うん、木のこぎりっぽくてかっこいいので、ね、触ると痛いです。新芽もちょっと黄色っぽくて綺麗、はい、うん、あ、でこれが、これが実がなってんの、はい、グレビレアのピンクサプライズ、
ピンクサプライズ、淡いピンク色の大輪系で、うん、これも結構珍しめの品種ですね。で今年花の後ほっといたら種ができてきてます。種ができてます。こっちとこっちも、これがもうちょっと茶色くなるまでほっといて熟したら、うん、勝手にパンって弾けるんで、うん、放線花みたいな感じですかね。でそれ中にひまわりの種のちっちゃいような種が入ってるんで、うんうん、それを巻いとくと頑張ったら半年ぐらいで芽が出たらいいな。未生で育てられる、はい。去年手に入れた種を 10月ぐらいに植えて、うん、今今年やっと、ああそうなんや、ついこの間かな、冬越えて、はい、出てきました。半年ぐらいかかるみたいです。これもバンクシア、これバンクシアですね、バンクシアのピグミーポッサム、うん、あれね、みんな持ってる、わりかしみんな探してるけどなかなか最近出回ってない。これ強い、強いですね、めちゃくちゃ、はい、わりかし雨ざらしでもいけますし、逆に結構水欲しがるんで、僕はザブザブ水やってます。ちょっとなんかあれなん、垂れる、はい、しだれる系。そうですね、こんな感じでスタンドで、スタンドでちょっと高いところから、はい、うん、かっこいい、落とすと石垣なんかに植えとくといいかもしれない。うん、まや、これもバンクシア、バンクシアのバースデーキャンドル、バンクシア、バースデーキャンドルっていうぐらいでろうそくみたいにいっぱい花がついてたんですけど、今年はちょっと剪定サボったら花芽がまだ上がってこないので。そうなんや、去年結構こう花たくさんあったんで、もう今年は休ませる年でもいいかなと、うん、これお花の後や、後です、後です、うん、去年何十本という単位で花咲いとった、うん、あ、そうなんや、あ、じゃあ今年はちょっとお休みやね、お休みで、うん、はい。グレーグレーのアイバンホー、うん、ドライで結構ね、アイバンホーは出回ってると思うんですよ、この葉も、これは葉っぱがドライで、葉っぱが綺麗、はい、トゲトゲの葉っぱは、もう葉っぱだけでも十分、うん、意外と強いです、あ、そうなんや。これビニールハウス入れてましたけど、マイナス2度でも全く葉っぱ傷まなかったですね。がめちゃくちゃ綺麗に咲いてる今、はい、サパーブなんて、グレビレアサパーブ、サパーブ、日本語で言うと素晴らしいとかなんかそういう意味やったはずなんですけど、よくあるあのピーチ&クリームとかと同じ兄弟種で、ちょっと珍しめなやつです。花がめちゃくちゃ上がってる、はい、本来もうちょっと明るめのピンク色なんですけど、今暑いんでね、ちょっと本来の色合いじゃないですけど、そうなんや、それでもだいぶ頑張って咲いてくれてますね、うん、めっちゃ綺麗やん。これ今年2回目ですね、まあ、これも四季咲き、結構四季咲きで咲いてくれるんやね、はい、だから他のプロテアとか年に1回か下手したら年に1回も花見れないんで、うんうん、そうやね、それよりはもうちょいちょい花見れるグレビリアの方が僕は好きです。見応えある、グレビリアロック、これも葉っぱかっこいい、これは葉っぱだけで十分楽しめますね、うん、花はなかなか咲きづらいんですけど、ちょっとこれ私も欲しいな、これおすすめ、寒さにも強いですこれめちゃくちゃかっこいい、はい、雪の結晶みたいな感じの、うん、ねえ、色も綺麗やし、はい、形もかっこいい、花もねちょっと小さめの白系の花が咲くんで、うん、いいですね、うん、これが花芽、花芽ちょっと見えるかな、これが花芽いっぱいついてきてます。これが咲くのがすごい時間かかるらしくて、うん、あ、そう、なんか、あ、こっから時間かかるんや、なんかその前見せてもらった友達の家では、うん、このまま冬越えたらしいんで、冬越えて来年咲くかもしれない、マジで、はい、今年は咲かないかもしれない、冬にそのつぼみ枯れてると思ってたらいきなり咲き出したらしくて、うん、ちょっと時間かかるみたい、楽しみに、うん、はい、ま、これがちょっとなんか一緒の形やけど、葉っぱヒイラギみたいな葉っぱで、うん、ティンティンシュリンプ、なんだって、いや、そういう名前なんですわ、グレビレアティンティンシュリンプ、確かに、ね、花がエビっぽい色してます、茹でた、あ、そうほんまのシュリンプ、はい、あのピンクオレンジみたいな、あ、確かに、まあ、シュリンプといえばシュリンプ、そうなんや、でも葉っぱもかっこいいよね、これは、まあ、これをなんか波っぽい感じかな、うんうんうん、波に跳ねてるエビみたいな、あ、なるほど、そういう、知らんけど、知らんけど出た、ティンティンシュリンプ、知らんけど、白が、白が、みんな大好き、みんな大好き、ピーチズ&クリーム、ね、ピーチズ&クリーム、これちょっともうだいぶ咲き進んでるんで全部ピンクになってますけど、うん、本来は根元の方がもうちょっとクリーム色なんで、うん、まさにピーチ&クリームで、グラデーションがすごい綺麗、めちゃくちゃ綺麗やね、四季咲きですし、葉っぱもかっこいいし、うん、暑さ寒さもいいし、うん、僕は割と一番おすすめぐらい、うん、強い、強い、あの初めて育てると、初めてグレビリアやる人にもおすすめ、うん、おすすめ、これアカシア、アカシアです、アカシアコグナータ、コグナータ、あ、しだれ系のアカシアですね、この間ほらネイティブの動画の時にもあった、それのイエローテイルっていう品種ですね、ちょっともう色あせてますけど、うん、イエローテイル、ミキエンゲイさんかな、しだれる系、はい、
かなり小さい株で買って1年半でこのサイズまで、うん、マジでさすがアカシア早いな、アカシア。でかくな、まあしだれるんで下につくとあれなんで、うんうん、下に上げてるんで、ね、はい、アイアンスタンドと鉢と2つ2段階に上げてます。それを置いといてもだいぶ、うん、上からこう垂らす感じで、はい、花は満開って感じじゃなくてちらほらクリーム系の花をつけてくれますね。クリーム系なんや、はい、その後ろもグレビレア、あれはでかいね、はい、グレビレアの、うん、ストロベリーブロンド、葉が結構金色っぽい感じになるかな、うんうん、あ、花芽もついてる。花芽もついてます。この間まで咲いてたんですけど、うん、今花はちょっとないですけど、うん、まあ、ストロベリーといえばストロベリーかなっていう、うん、もやしのような歯ブラシ系の花が人によってはなんかグロテスクって言われましたけど、うん、僕は好きです。グレビレアのラニゲラ、ラニゲラ、あ、これ強い、寒さにめちゃくちゃ強いやつ、うん、白系のちっちゃい花が咲くんですけど、ちっちゃい花やね。グランドカバーにもちょうどいい感じの、うん、ほんまや。あとこっちがレモンサプリーム、こういう黄色系の、黄色系のグレビレアゾーン、すごいね。グレビレアゾーンとりあえず終了です。終了。あと少しです。ついてきてください、ね。品種名が覚えられへんわ。あ、グレビレアまだあった。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 ここに、あ、これ花が、これいいですよ。これめっちゃ濃いな、オレンジ、はい。グレビレアのキングスファイヤー。赤というかオレンジというか、で葉っぱがちょっとシルバーっぽい感じで、はい、で横に広がっていく感じの、これなかなかすごい。その後ろもグレビレアですね。これつぼみが、あ、これつぼみ、もう一個咲いてくれそう。これはね、これビッグバードっていう品種で、花はまだ見たことないんですけど、なんかグレビレアっぽくないな、なんかビッグバード。白とピンク系の花やったからなんか咲くらしいんですけど、ちょっとグレビレアの中では難しいらしいんで、うん、そうなんや。ちょっと一応屋根付きの下にちょっとここだけの下で、はい、ビニールで無理。誰を入れてるかっていうと、プロテアと、うん、あと西系のバンクシア。ああ、西系のバンクシアを。はい、ここら辺は西系バンクシアが。あ、これ地面から直接花咲くやつ。ブレクニフォリア。あとこれ、うん、ん、こっちビクトリアやったかな。この新芽すごい。この新芽すごいね。これが。ビクトリア、これビクトリア、はい、まあ、花が咲くのは何年後かというところなんですけど、この辺はかなり苗木やもんね。そして難しいです、うん、あ、そうなんや。あのさっきから言ってたヘアピンとかに比べたらもう全然あの辺は東系のバンクシアなんでいいんですけど、西系はね、オーストラリアの西の方はほとんどはやっぱ雨降らないみたいで、雨ざらしにはできないバンクシアたち。なるほど、そうか。プロテアも全部入れてるんや。プロテアは一応入れてますね。うん、去年までこのキングホワイト、うん、雨ざらしにしてたんですけど、やっぱかなり葉がこうやって傷んだんで、そうなん、はい、去年からの葉っぱは結構傷んでますね。今年の、ね、葉っぱこの雨ざらしでなくなってからはだいぶ綺麗ですね。これが葉芽になるのか花芽になってくれるのかがちょっとどうやろう。私はこの間までで一応2個だけ咲いてくれましたけど、この辺はリュウカデンドロン。そうですね、それはリュウカのベルデ、うん、ベルデ、これは新芽の色がすごい綺麗ですね。黄色、うん、新芽が綺麗ですね。なんかちょっと小ぶりな葉っぱで、はい、うん、ちょっとで毛が生えてる感じの、うん、キャモキャモしてる。この子もかろうじて屋根に、あ、入ってへんか、入ってない、入ってない。まあ龍花なんで、まあまあまあ。で前も同じく龍花のパープルヘイズ、うん、あ、これよく売ってる感じの紫になる。これは、うん、これは強いやつ。寒さに当てるとすごい紫になってくれるんで、うん、で寒さに当たりすぎると枯れます。うん、あ、そうか。これはミメティスミメティスの、うん、ミメティスクラッカージャックレッド、うん、ちょっと横に垂れて、うん、こっちが、ね、支柱立てとけばよかったんですけど、そうそうそう、本来はこっちです。あ、本来はこっちやね。はい、なんか横にクニってなってますけど、これがクイーン、はい、プロテアのクイーンです。この子は雨に濡れたらあかんぽい。難しいです。雨に濡れてもダメや。この間暑すぎて 2,3 本ちょっと新芽がダメやったんでカットしましたけど。暑すぎもダメなんね、はい、焦げてくる。このシルバー系の葉っぱはね、結構雨に濡れると。うん、そうか。あ、でも花芽ちゃう？花芽？わからん。まだ多分葉っぽい。ここでカットしたこれも新芽も同じようなのが出ておるんで。葉っぱかな。そうなんですよ。確信がもう出ない。葉っぱかもしれんな。みんな大好き黒いリュウカデンドロン。リュウカデンドロン。ドリフ。大人気ですね。これはもう
結構みんなもみんなみんな持ってますね。私たちはね仲間うちみんなから1人1個2個持ってるっていう。このちょっと黒と赤とのその新芽と、うん、これはかっこいいね。で霜降りたみたいなこの産毛、うん、かわいい。最高っすね、うん、リューコスペルマムの、うん、カリプスオレンジ、かなり数出回ってる数少ないですね。そうなんよ、はい、これまあレッドの写真ですけど、うん、オレンジになってるんで、まあ、こんなんか、うん、なるほど。これモノキの下に、はい、うん、これは結構みんな枯らしてるっていうんで、うん、暑さにも寒さにも弱いっぽいですね。あ、そうなんや。古い葉っぱはちょっといくつか茶色くしちゃいましたけど、うんうんうん、新芽は全然元気ですし、うん、もっと本当は透かしてなおかつギリギリまで乾燥させてから水ダバってやる方がいいとは言われますが、僕は怖いのでガンガン水やります。もう 朝と夕方あげてるから、はい、結構水あげてるタイプやね、はい、僕はオージー乾燥させないです。乾燥させないんや、はい、でもそれでもまあ全然綺麗に保ててる。冬場以外で枯らして、そう、水やりすぎだなっていうので枯らしたことはないんで、うん、ただでもあれやね、土は気をつけないと。土は水はけのいい土でやってますね、うん、その水ね、土に覆った水やりをしてるっていうことやね。そうですね、やった水がその場ですぐ抜けるぐらいで、うんうん、これ立派やん。ブロンズランバー、これ釣り鉢になってて、もうこんな垂れてんの咲くんよ、はい、本当はもうちょっと新芽がね、うん、茶色くなるんでブロンズなんですけど、うん、今の時期的にあんまり、これ言って買って2年ぐらいですけど、うんうん、伸ばし放題伸ばしたらこんな感じになってますすごい。これは今年咲いてくれたプロテアのリトルプリンス。リトルプリンス、リトルプリンスがやっぱ一番育てやすい。育てやすいですね。ね、強いですし、すごい、まあ、ギリギリ冬も耐えてくれて、うん、花もつけてくれるし、ね、私の隣がピクシー、うん、これは僕まだ花見てないです。あ、そうなんや。これ咲いた後あるけど、まあ、見てへんの。見てない。これは去年生産者のところでダメになったであろう。そうなんか。これもちょっとなんかケモケモ系、ケモケモ系、はい、あんまり雨ざらしにしたくない系ですね。ケモケモ系はやっぱりなかなか雨ざらしはやめた方がいいんかな、はい、そうですね。このツヤのある系はギリギリいけるかも、うん、奥のこのキングピンク、貴重品なんでちょっと一番ええとこにいますけど、なかなか出回ってない。そうなんや、ピンク、はい、これはどうやろね。ハメなんか、まあハメやろうな。葉っぱかな。ちょっと屋根してるところです。だいぶ雑いですけどねいやいや、これでまあ濡れてないからね。濡れてはいない、うん、もうちょっとしっかり、あ、台風の時になったら屋根。あ、そうやね、台風の時がね、はい、これソコラ、冬は軒下に入れますね。あ、冬は軒下で、ソコラは5年目ぐらい、うん、あのちっちゃいのがよく売ってますけど、はいはいはい、観葉でね結構売ってるけど、はい、結構お外で大丈夫です。花もつきますよ、うん、花も咲いてます。これもリューカデンドロンのラグジウム地植えです。ラグジウム垂れる系、これがアガベの、アメリカーナのシマフと同じくアメリカーナの改良品種でケゴンっていう斑入りの品種ですね。ケゴン、はい、もう3年目ですけど、なんとかお外で地植えで咲いてます。ちょっと子供もできてます。これなんか秋はもうちょっと赤く なってたやつ、はい、紅葉もするよね。で本来の花の時期は今らしいんで、今こうやって満開なんですけど、ずっと冬にも花ついてました。あ、そうなんや。常に咲いてますね。へえ。なんやったら葉よりもなんか花の方が多いぐらいに。すごい。めっちゃちっちゃい花やけど。はい。かなり咲いてる。不明というか魚流っぽいというか。うん。4つだけ。これがピンクサプライズの種から発芽したやつ。もう半年以上経ってやっと。すごい発芽してくるんや。ちゃんと双葉やん。そうです、双葉からちゃんと。すごい。これビカクシダ、ビカクシダのベイチー、でかベイチー、ベイチーかビーチーかで売れてるやつですね。ベイチー一応これもオーストラリア系のビカクシダなんで、王子といえば王子かな。かっこいい。なんかキポのラメレーとか、うん、めっちゃ立派なのあるやん。あれもラメレーの多頭と、うん、こっちが白馬城やったかな。でこっちはほだから名前がもうタグがないなんかほのつくやつかっこいいね。とだけやってます。こっちはハマると本当に抜けられなくなりそうなのでハマらん程度にこっちもハマったら大変よ、お金も。そうこっち高いんですよね。高いよ。ギボシはね1個集めてでも500円とか1000円なんで。まあまあまあ、ね、これまた植えてあげる、ね、これ来年植えるように養生中、抜き苗で通販で買ったんで。うちは
一応オリジナルでブレンドしてるんですけど、うん、メインは赤玉土、うん、あと鹿沼土、うん、ヒューガ土も入れたり入れなかったり、うんうん、あとピートモス、ピートモスも、で腐葉土も入れたり入れなかったり、うん、絶対入れるのは赤玉、鹿沼、うん、ピートモスは入れて、そこにあと味付け具合で、うん、まあ、あとパーライトも入れますね。うーん、パーライト、腐葉土あたりはちょっと味付けで、うーん、さっと水に入って水がスッと抜けてくれて、ある程度保持はしてくれるっていうやつ。うん、ただ1日とか一晩超えるような水の持ち方はあんまりしないような土の構成でやってます。だから乾くときすぐ乾くんで、そうやね、だからそうやし、朝と夕方あげてるっていうことやもんね。はい、でピートモスも入れるんよ、すごい。ピート入れます。ピートいらんっていう人もいるんですけど、うんうん、僕は入れた方が水持ちはいいのかなと。あと本当にあのヒューガと赤玉だとか栄養なくなるんで、うんうん、あそうか、一応あのオージー用の肥料も入れてはいるんですけど、うんうん、これはグレビレア、バンクシア専用肥料、うんうん、あとオージー専用肥料、うん、幼稚くさん、これも気分で、うんうん、気分でだいたい一季節に1回ぐらい規定量入れてる感じなのと、液肥は僕はあんま使わないんですけど、うん、買ってきた時にメネデール、うん、その後の活力剤にリキ出す、うん、くらいは使いますね。うん、あとオルトラン、オルトランと圧縮されてるんで、これ、うん、これも1割ぐらい、2から3割ぐらい使ってるから、そんなに入れるんや。3ぐらいで鹿沼、赤玉、ピートを入れて、あと、うん、もうちょっと何かしら入れたい時はヒューガ入れるか、うん、パーライト入れるか。あ、腐葉土たまに入れますけど、最近腐葉土入れてないですね。もうピートでいいかと思って、それの混ざった挙句がこんな感じ、やし、やっぱりちょっと何、肥料持ちというか水持ちみたいなのも期待してピートは入れてます。さすがにカヌマ100%に近くするとちょっと水がスッと抜けすぎるんで、うん、ほんでさ、私がね、はい、この間言ってたけど、パーライド浮いてきてるんかな、これ。なんていうかな、私いつもさ、カヌマが多いんかな、カヌマがどうしてもカヌマばっかりになってくる、表面が。ああ、多少になってるかな。ほんならこう水あげようって思っても、カヌマめちゃくちゃ乾いて見えるんやけど、あ、中は結構濡れてたりするから、いつもこうほじくって見てんねんけど、だからある程度僕も感覚的に乾き具合は分かるんで、あれですけど、そうやね、うん、その土の癖というか、そういうのを知ってたら、だからピートがいい感じに間を埋めて、うんうん、ギュッと詰めとるんかもしれないですね。そんなに浮いてきてる感じは、はい、しないですけどね。そうか、ここら辺のも、うん、こいつらはこっちはあれ、少しの赤玉をやっぱり配合にしてる気がする。赤玉メインにカヌマ1割ぐらいしか入れてないな。でパーライトちょっとと、うんうんうん、あ、それぐらいの方がいいんかな。なんか水も見やすそう。これぐらいならこう見た感じ、パッて土が水があるかないか分かるな。 あ、はい、ね、あと使ってるこのルーツポーチよく使ってますね。あ、これね、はい、横からでも空気が、うん、あ、なるほど。ただルーツポーチは取るときに根が張ってると取れないんで、それがちょっと面倒くさいかな。あとはあの、うんうん、スリット鉢、スリット鉢ね、スリット鉢は定番ですけど、うん、そうか。これグレビレア、アイボリーホイップか。わ、細かい根っこやな。ここすごい、なんかなんでここだけこんな。あ、これあれ、スプロテオイドコンって言って、うん、あのこういう密集した根っこになって、うん、これをすごいリンを吸うんで、うん、だからリン吸いすぎよるから、逆にリンの肥料を上げるなっていうのはこれがあるせいなんで、リンが少ない土壌やから、オーストラリアっていうの、うんうんうん、だからこれ作って、うん、リンを必要以上に吸収するから、日本の普通の肥料みたいにリンがたくさん入ってるやつは あまり使わん方が、うん、けどそれでいらんわけじゃなくて、うん、リンが欲しいからこの根っこを作るように進化したわけで、多少はリン入ってる方が花付きは良くなりますけど、うんうんうん、めちゃくちゃたくさんの植物見せてもらったんですけど、ありがとうございました。ありがとうございました。水やりとか肥料もちょっと教えてもらいつつ、いろいろ紹介してもらいました。リンエモンさんでした、はい、よかったらインスタとかも一回チェックしてみてください。ちょいちょいインスタにはほぼ毎日写真上げてますのでちょっとたまにつまみとかそんなも上がってますがよかったら見てみてください。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここにリクガメさんがいて、リクガメのパルダリウム、パルダリウムもやってます、はい、これがガジュマルと、ガジュマルの石漬けですね。石に根っこを絡ませてあるんで、この石に、そうです。
これでもう4年5年ぐらいしっかりここに植え込んでもう5年近く経ってます、でかなりの湿度を湿度 80% から 90% ぐらいですね、を保ってるんや。保ってるというか、水槽がでかいのでそうなっちゃうんで。そうだ、水槽が水槽が1m80 の水槽ですね。熱帯魚と植物ならその上のやつが山崎カズラっていう水草にもなるけど、ポトスみたいな感じのやつなんで、ニューギニア原産ですね。山崎カズラ、はい、日本人の山崎さんっていう水草の研究者の人が初めて見つけたやつなんで、今日どうなってる？めっちゃすごいな、いろんなのがいるの。ちょっと餌やってみましょう。お、めっちゃ養殖場のハマチのごとめっちゃ食べに行く。